おはようございます。今日は3月の7日土曜日ですね。今日はちょっとゆっくり起きちゃってね、もう10時過ぎてるんですけども、お腹空いたのでご飯食べようと思います。昨日夜親子丼にしたから、それの残りがちょっとあるのと、あと納豆夜のうちに解凍しといたので一緒に食べようと思います。どこが納豆でどこが親子丼かちょっとよくわかんないんだけどいただきます。ということで準備いたしました。なんかね、最近はもうアリゾナもね、まあ日本もそうだと思うけど、アリゾナはもう本当に暖かくて、毎日でもまあ夜と朝と夜は、ね、結構まだ肌寒くてね、あれなんだけど、日中はもうポッカポカで、むしろちょっと太陽の下にいると暑いくらいなんだけどになってきたからね、まあ、ちょうどこの時期が一番楽しめる時期なのかなって感じで、みんなアウトドア行ったり、まあ、キャンプしたり、うん、それこそゴルフ行ったりしてるんだけど、今日は多分先生今ゴルフクラブを磨いてるから、多分後で練習行きたいっていう、多分ゴルフしに行くのはね、ちょっともう時間遅くなっちゃったから、あんまり長いことできないからね、多分練習に行くと思うので、ちょっと先生は、もう私は用意したからね、先生も待ってようと思います。はい、じゃあ準備できたのでね、これからちょっとまた練習に行ってこようと思います。ちょっと風が強いかもしれないけど、すごい綺麗。ここがドライビングレンジですね。まさにアリゾナって感じの、すごい高台だから、なんか街も見えるし夜景が綺麗そう。あ、めっちゃのどか。 It's so quiet。 誰もいないしね、男の子が一人で練習してるだけで、私たちだけでございます。今練習終わったので、ここのなんかカフェみたいなとこでちょっとね休憩してから帰ろうと思います。いいね、練習の後のビール。はい、ということでお家帰ってきました。時間がもう6時半でね、帰ってきたのは多分ね6時前だったと思うんだけど、ちょっと今スーパー行ってきました。ちょっと今日寒くて、結構練習してる間はね、体動かしてたから暖かかったんだけど、あのバーのところ、そのちょっと軽食食べれるとこでゆっくりして帰ろうかって言ってたんだけど、座ってたけどすごい寒くてね、凍えてたのでトレーナーに着替えました。すぐ帰ってきてすぐね。で、今日は先生が夕ご飯を作ってくれるらしいので、まあ私持ってたりするけど、なんかミートボールを作りたいらしくて、なんか自分のね、その美味しいミートボールのレシピをなんか自分でちゃんと検索して、で、いろいろ足りないものがちょっとあった、あのパン粉とかがなかったから、アメリカもね、パン粉っていう風に売ってるのもあれば、こういう風にブレッドクランブスっていう感じで、こういう風にね、ちょっと違うんだけどね、これもうちょっと硬い感じのパン粉なんだけど、あんまりなんか日本のパン粉みたいにふわふわしてないんだけど、私はだからね、これ使わないで日本のパン粉絶対使うんだけど、先生が調べたやつによるとこれがね必要みたいだったので、今日はちょっとミートボール食べてもらって、パスタと多分食べるので、パスタは私がね茹でてちょっとお手伝いしつつ作ってもらうと思います。なんか粉の材料が結構多いんだけど、パルメザンチーズ、粉のねチーズが2分の1カップで、
パン粉、そのブレッドクラムスが3分の1カップで、あとパセリ、乾燥パセリと乾燥バジルが入ってるんだけど、乾燥バジルが大さじ1杯かな。で、乾燥パセリが大さじ2入れてたのかな、1かな、ちょっとわかんないけど、まあ、でもその辺は多分好みでって感じかな。あと今塩コショウ、塩コショウはでもどれぐらいかちょっとわかんないけど、多分小さじ1杯ずつぐらいかな。で、今先生ニンニクを切っててね、これからニンニクを入れるみたいですね。あと卵とね、ニンニク、刻みニンニクが入ったので先に混ぜるそうです。あとは今牛肉、お肉は牛肉だけなんだけど、牛ひき肉入れて混ぜて形整えてオーブンで焼く感じかな。完成しました。美味しそう。なんかいろいろ入ってるから香りもすごくいいからね、多分美味しいと思うけど、ということで食べると思います。いただきます。今日はめっちゃ寒いんだよね。13度しかないんだ今。いつもだいたい夜どれくらいあるのかな、でもそれくらいか、13度くらいなのかな。今日はなんかすごい一段と寒くて、あの長袖のトレーナーにあのスウェットパンツ履いてるんだけど、めちゃめちゃ寒いからちょっとあったかいお茶久々に飲もうかな。どれにしようかな、普通になんか緑茶飲みたいな。チャイナグリーンティップス全にしよう。普通に緑茶をね、あったかくして飲もうと思います。むちくんの横にぬいぐるみを出すまま寝てる。かわいいね。あったかいお茶が入りました。あ、いい香り。それでね、今日はちょっとあのお知らせがございまして、といってもあのちょっとエリア限定になっちゃうんだけど、オレンジカウンティ周辺にね住んでる方にちょっとお知らせがございまして、来週の金土日15、16、17かなに、ね、ハンティントンビーチのハンティントンビーチセントラルパークっていう公園で、チェリーブロッサムフェスティバルっていうね、あのまあ日本でいう多分お花見祭りみたいな感じなのかな、公園でやるあのお祭りみたいなのがあるんだけど、それにね、私と先生とあのまたまたガチャガチャのブースを出すことになりました。で、まあ、イベント自体は入場無料のイベントになってます。で、時間はね、金曜日は確かちょっと記憶が曖昧なんだけど、夕方からだったかな、お昼過ぎ夕方くらいからのスタートで、まあ夜まで、夜9時とかまでだったような気がするんだけど、まあ詳しいことはね、金土日でやるので、詳しいことはあの下の方のリンクに貼っておこうと思うんですけど、まあもちろん入場無料で、あのどなたでも参加できて、多分公園だからワンちゃんとかもね連れてお散歩がてら、まあチェリーブロッサムフェスティバルってぐらいだから、多分あの桜もちょっと咲いてるんじゃないかなと思うので、その公園の中にね、あのまあ、なかなかアメリカで桜とか見る機会ないと思うので、もし来週 の週末ね予定ないよって方もしいらっしゃったら、ぜひ応援に来てくれると嬉しいです。まあ、イベントのことはまたね、あの日が近くなったらまた少しお知らせしようかなと思っております。ということで、今日のブログはこの辺で終わりにしようと思います。また明日のブログでお会いしましょう。バイバーイ。